さんチコマンはチコタムです。今回はこちら、公衆電話、ついにトゥルーエンド完全クリアです。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくね。それではスタート。じゃあ選択肢をさ逆にしたらどうなったんだろう。 D、 生き方を見直せにしてみたらどうなんだ。生き方を見直してほしい。今お前はゲームクリエイターになりたいって夢を持っていると思う。でもその夢を叶えるために、ちょ待って、過去の俺が叫ぶ。ちょ待ってくださいよ。夢が叶うかどうか言わないでもらえますか。叶うとしたら安心して怠けるでしょうし、叶わないとしたらそれはそれで諦めてしまうと思う。どちらの結果に転ぼうと俺は俺の人生悔いなく生きたい。挑戦した過程が大事なんです。結果だけ知りたくないんです。もし何か問題に直面するならその時考えます。自分で言うのもなんだけど、自分らしいな。分かった、結果については触れないでおくよ。ただ一つ言っておきたい、頑張るのはとてもいいんだけど、それ以外のことをおろそかにしないでほしい。家族も友人もいろいろね。俺は続けていった。今の自分の身に何か危険を感じたとき、助けてくれるような存在は何人いるかちょっと考えてみてほしい。分かりました。やっぱり何か訳ありっぽいけど、深くは聞かないでおきます。俺は俺で現在で頑張ります。未来は俺は未来で頑張ってくださいよ。ちょうど電話が切れてしまう。忠告はできた。これで何か未来が変わるだろうか。だから今 YouTube やワウごとに世界10円玉がなくなってしまった。その後何時間経っただろう。腹も減ってきたし脳も乾く。この状況が続けば危険。体力を温存しなければ。いつの間にか寝てしまったようだ。ふと目を探すとずっと開かなかったボックスが急に開く。俺の顔を心配そうに覗き込む田中、海老原、福田、そして警察の方々がいた。どうやら過去の俺は夢だけを追いかけすぎず、友人たちを気にしてなかったような、仲良くやってるらしい。あ、そうなんだ。それで田中、福田、海老原来てくれた。やってくよ、心配かけしてんだよ。無職で何もしてないのにはなんでトラブル起こすな、一人前なんだよお前は。無職。俺の職業も変わってしまっている。俺の身を心配してくれる友人はいるが、夢は叶っていない状況らしい。まあ、一長一短というかね。そうなんだ。これが幸せなのかどうかは、このまま生きてみないと実感が湧きそうにない。そうか、まあ、友達たちにはね、疲れてみたいな感じだけど。移植エンドか。あ、新しいの生まれた。何80ってこと。じゃあ、あと4つエンディングにたどり着けばいいんだ。田中行ってみる。398600。もしもし田中、俺佐藤だけど。おお佐藤か、久しぶり。何やら声がとてもかすれているようだ。どうしたんだよその声。ああ今実は今喉に腫れ物ができていて、病名は難しくて忘れちゃったけど。そうなんだ。薬とか飲んでんの。ああ飲んでる。でも1000人に1人とかの割合でたまに薬が効かない例があるみたいなんだけど、俺それみたいでね。腫れが治まらないから手術が必要らしいんだ。手術に失敗したらもう喋ることはできないかもしれん。このタイミングで佐藤と話せてよかったよ。また今度会って話そう。もちろん手術の成功信じてるよ。手術を目の前にしている田中に自分を助けてくれたはとてもいなかった。俺は電話を田中もしかして田中、そういうことで喋れなかったんか。田中に電話かけたけど。田中三連行くかこれ。三連田中、田中エンドあんじゃない。田中ベストエンドギャルゲーみたいになってきたけど、田中ベストエンドあんじゃないのかこれ。またかけてきてどうしてきてたの。いやちょっと手術が近そうだったから励ましの電話っていうかなんていうかさ。田中とは小学生時代遊びまくったのもんな。お前とまたバトルで、ゲームでバトルしたいわ。デュエルスタンバイ。アリオカードとかやったよな、よく。うわアリオカードワリオカーウェイはは。その気持ちだけで、その気持ちだけでも嬉しいよ。あーすまない、無理をさせるつもりはなかった。また今度治ったらゆっくり話そう。そうだな、お前と久しぶりにゲームやってた頃を思い出したよ。手術が終わったら会おう。次こそ絶対にアリカーでお前をぶっ飛ばす、絶対やろうな。手術を目前の田中に助けてくれたとてもいなかった。いや待て、ここで現在の田中に電話したらどうなるだろう。俺と田中の関係性が少し変わってないだろうか。極端に言うと本当は疎遠だった友人が親友に変わっているかもしれない。10年前に？そうか。助けてくれるかもしれない期待感を抱き、俺は電話来た。でも待って、田中、喉治ってんのか、それ。なるほど。かけてみる。398600。これで普通に田中にかけてみる。10年後の田中に。
10年後の8月田中出会えるの信じて。田中佐藤だけど佐藤なわけ。わお社長久しぶり。田中の声がはっきりしている。10年前に電話もらって以来だよな。おかげさまで喉の手術もうまくいって、この通り日常生活に支障なくごくごく普通に喋れるようになったよ。おめでとう、よかった。佐藤とまたワイワイやりながらゲームしたいっちゅう欲求が強かったんだよな。あの時の励ましの電話には感謝しとるよ。それでところで今日はどうしたん。うん、実は今電話ボックスに閉じ込められてんだ。いきなり意味不明かもしれないけど助けてくれんか。しばらく説明。随分おかしな状況になってんな。でも俺は佐藤に電話をもらって勇気をもらった。喉が治ったことに感謝したんだ。もちろんなんか力になれんなら助けるよ。田中は続けて言う。そうだ、助けたついでに有川勝負でもすっか。俺の方からも警察に聞いてもらったりしとくよ。必ず助けるからしばらく安静にしとけな。マリオカーウェイ、頼もしい言葉だ。俺は安心して電話を切る。田中頼む、来てくれ。田中、体力を温存しなければ。ダメか、ダメ、棚ダメ。いつの間にか寝てしまった。舞台ダウンが開かなかった。僕さん嫌いだ。俺の前には田中がおり、後ろにも警官隊がいるだった。ビーズ見つかってよかった。直接会うのは久しぶりだ佐藤。お前の体に別状がないかちゃんと調べるから一旦病院行くぞ。佐藤分かってるよな、問題なくなったらゲームで対戦だ。いやどんだけゲームしたよこいつ。ゲームガチ勢すぎない？相変わらずだな、望むところよ。数日後、俺と田中は親友に戻っていた。田中の喉が正常に治っていることも嬉しい。俺からの電話がきっかけだと思うが、随分と未来が変わったもんだ。田中エンドやったー。あー番号ある、田中ベストエンド。うー、こういう感じでいろんな人とエンドを増やしていくんか。次どうすっかな。じゃあ海老原行くか。エビハラにお金貸せばいいんじゃない？これでエビちゃんに俺はあの時貸してくれって言われたエビちゃんのお金を貸してやれんじゃんか。あ、もしもし、エビハラ、俺佐藤だけど高校で一緒だった佐藤。佐藤ずいぶん久しぶりじゃねえ。2年前に卒業してからあっちねえよね。あ、そっかも。エビは高校の時の、同級生、部活はやらずバンドを組んでおり、タバコをかかれて吸っているような不良タイプの学生ね。何かとタイプが違うと縁があった。これね、なんかさっきも言ってた、エビさんが言った。超弱った、実はこっちからも電話かけを持ってたんだ。そうなん。実は3日が俺が高校からやってたバンドの単独ライブ実は突然機材がぶっ壊れ、うえ、お金が必要になっちゃったんよ。ちょっと嘘くさいかもしれないけど、お金貸してくんねや。いいよ、貸そう。よし、貸そう。え、せきょう、助かるりゃ、子供、高校の時からいいよ、一緒だ。うわ、一度来たことやったよな。あらあら、よし、じゃあ俺の方から、ちょっと受け取りに行く、ちょ待ってくれ。これで過去の海老原が過去の俺のところに金を取りに行ったはずだ。俺のことだ、直接やってきた人には強く言えず、おそらく金を貸すことだろう。ん？そうなると、ここで現在の海老原に電話したらどうなるだろうか。あ、そうか。金貸したから、みたいな。これで海老ちゃんにかけると、海老エンド？もしもし、エビハラ、佐藤だけど、ここで一緒だった佐藤。佐藤？ずいぶん久しぶりんじゃね？確か卒業後、俺が借りたお金返しに行ったのが最後だったよな。あの時マジ助かった。ほんとありがとうだ。忙しすぎて全然連絡できなかったけどさ。おかげで俺らのバンドもメジャーデビューできたんよ。今度 CM 曲にも採用されたから聞く機会あると思うぞ。ところで何年も疎遠だったのにどうしたんぞ。あ、それなんだけど。信じられんかもしれんけど、今、公衆ボックスに閉じ込められてんだ。いきなり意味不明かもしらんが、助けてほしい。俺は、佐藤から、助けてもらったことは、忘れたことはない。お前が今困ってるんだったら、もちろん助けるや。これでもメジャーデビューしてっかさ。ファンも含め、顔が広いんや。SNS で友人が閉じ込められてると言えば、きっとすぐ見つかる。超特急探してっから、安心してちょっち回ってるやな。頼もしい言葉だ。安心して電話を切る。いいやつ。めっちゃいいやつじゃん、エビちゃん。あれどうしたらいいんだこれで。もう一回エビちゃんにかける。これがラストエビちゃんなんよみたいな。エビちゃん。大丈夫大丈夫。すぐ助けちゃうかさとは。安心待っとけっつ。本当。そっち不安なんだけど。本当に有名なんだろうな。本当メジャーデビューしてんのか。心配になってきた。SNS がどうとか言ってたけど。ほんとかよ。その後何時間経った。
この状況が続けば危険。体力を温存したい。どうなる？エビちゃん、開かなかったボックスが急に開く。エビちゃんがいた。結構な数の人たちがいる。あ、ファン。お、佐藤、よかった。俺のファン人たちも捜索手伝ってくれたんすぜ。体とか大丈夫か？念のため病院が。数ヶ月後、俺は海老原のライブ会場にいる。彼は今やメジャーデビューした有名な。めっちゃ有名になってる。エビちゃん、彼の歌を聴きながらふと思う。俺は海老原にお金を貸しただけとはいえ、それが一つの助けになって今の彼がある。海老原を支えた友人としてちょっと誇らしい。そして俺自身助けてもらったことをきっかけにして彼の熱狂的なファンになっているんだった。ファンエンド、これがエビちゃんベストエンド。あ、来たー。エビハラエンド完。うわ、ゼロ。福田行くかじゃあ。7個。小闇。小闇。小闇。クラリス誰？おお、ナオキだよ。佐藤ナオキ。おお、ナオキ？さっき別れたばっかじゃん。どうしたん？クラと俺は一緒の中学。同じ中学ということで接する機会が増え、そのうち親友と呼べるほど仲良くなった。高校も同じ、アルバイトも同じ。お互いの夢がゲームクリエイターということが分かり、以降ずっと交流が続いていた。なんだ？もしかしてユキちゃんへの降格プランで別のアイデア浮かんだんか？これじゃねえ。ドレスコードに気をつけろ。高い店のドレスコードは気をつけた方がいいぞ。福ちゃんが考えた店、スーツとか着てかないとダメだと思う。ドレスコードってあれか？ちゃんとした服装じゃないとダメってやつか？ああ、確かに普段着で行くつもりだったわ。あぶりーふっちゃん失敗すんぞ。まあ、それにスーツでビシッと決めた方が告白成功率も上がるかもな。助かったよ。マジありがとう。電話切れる。ん？そうなるとここで現在の福ちゃんに電話するとどうなる？告白が成功していたりするんだろうか？あ、なんか好きだったね。なんとかさん、失敗したって言ったもんね。7個小闇。はい、福田でございます。あれ、女性の声だ。あ、すいません、福田雄介さんの電話で合ってます？はい、そうです、福田の妻です。どちら様で？つんま、ちゅんま、福ちゃんが結婚している。佐藤直樹です。もしかして百瀬ゆきさん？え、佐藤君、中学の時やん。あ、そうそう、久しぶり。ちょっと福ちゃんいる？わー、懐かしいな。いるよ、すぐ帰るに。桃瀬ゆきは福ちゃんが告白したはずの女性だ。これはつまり告白がうまくいったんだろうか。はい、もちろん、直樹だって。あ、福ちゃん久しぶり。ちょっといつの間に結婚してたの？いや、何言ってんの？お前には何度も報告したじゃん。お前のアドバイスのおかげで素敵なレストラン入って無事告白も成功して。長かったけど、つい先月結婚して言うたじゃん。ごめんごめん。さった、そうだったのか？で、お前からかけてくるなんて珍しいな。どうした？ああ、それなんだけどさ。ちょっと信じられないかもしれないけど、今公衆電話ボックスに閉じ込められてるんさ。今頼りにできるの福ちゃんしかいないよ。助けてほしい。いやー、冗談でしょ。新しいゲームのネタか。いや、本当なんだって。しばらく説明。なるほど、ちょっと手がかり少ないけど、でも直樹のおかげでユキと結婚できた恩はあるからな。やれることはやんぞ。電話切れた。頼もしいことで少し安心する。やれることはやんぞって何？おい、大丈夫か福ちゃん。来てね、来てみて、触ってみて。福ちゃん、福ちゃん、何とかなりそう？何か、ちょ待ってろよ。今、ケツに連絡したり、ユキと一緒に連絡回したり、いろいろやってる。お前も何かできないか考えろよ。もちろん助かるよ。本当にありがとう。ま、応募に乗ったつもり待っとけ。そんな不安にならなくても大丈夫さ。福ちゃんはその後も、こちらの状況を心配してか元気づける言葉をかけ続けてくれた。そして電話を切れてしまう。福ちゃん、福ちゃん、福ちゃん、やばいぞ、体力を温存しなければ。福ちゃん来て。んー、どうだ？ボックスが急に開いて、そして目の前に福ちゃんがいた。お！なぎ、よかった、お前マジ閉じ込められてるとはな。心配かけすぎんじゃねえやったわけ。まあ、助けられてよかったけどな。数日後、俺は福ちゃん夫婦の家に招待された。助かってよかった記念らしい。なにそれ？今回は、助かってよかったの記念みたいなこと？なにやそれ？ YouTuber かい。奥さんの美味しい料理を食べながら談笑していた。俺はやっぱり福ちゃんが結婚している事実が信じられず、一人で質問ばっかりしている。俺からたった一本の電話で随分未来が変わったもんだ。やっぱりね、なんか D メール思い出すね。やっぱりシュタインズゲートのこれ全部変えることによってなんか良くないこと起きんじゃないの。じゃあ福田エンド勘かけてないの誰だ。警察行ってみるか。まだ警察やってなくない？過去警察、昔の警察署。どこにかかるんだろう。110番って町川警察署です。どうしました？男性警官のようななんだか頼りない感じの声に聞こえる。
すいません、公衆ボックスが開かず閉じ込められたんで助けてほしいんです。うっそじゃない、失礼。わかりました、ちょっと落ち着きましょう。まずあなたの年齢と名前いいですか。落ち着くのはこの警官のような気がする。もしかして新人警官だろうか。佐藤直樹です。年は30になります。佐藤直樹さんですね。感じなんですけど、よく佐藤は、よくある佐藤ですね。はい、直樹は直線の直に樹木の木ですよね。樹木の樹の方ですね。ややこしいですね。はっはっは。そうですね、どっちも木ですもんね。なんだこれなんだこれ、雑談してる場合ではない。おまるさん、すいません、担当直入にいますよ。信じられないかもしれませんが、私はあなたの10年先から電話をかけていると思う。はな、要は未来から電話してるってことです。はあ、まあ困ってる人がいれば助けるのは警察の務めです。何かあれば助けますけど、どう助けたらいいですか。それこっちに聞いちゃうんです。俺はしばらく考えた後、一つのアイディアが浮かぶが、ここで時間をオーバーしてしまう。電話が切れてしまっている。何やって、もう一回行く。じゃあ、もしもし、じゃなかった、こちらは町川警察署です。先ほど電話した佐藤です。あ、どうも、なんかいい方法ありますかね。おまわりさん、また10年後に電話をかけます。おかしな話ですが、10年後の私もまた公衆電話ボックスに閉じ込められていると言うでしょう。そんな時は必ず来ます。そん時だけでいいんです。助けに当てられる人員を増やして救助に備えてもらえませんか。10年後のこの時間ですね、困ってる人を助けたくてこの職に就いたんです。必ず助けますよ。絶対電話します。よろしくお願いします。よし、これで変わる。これで現在電話したらどうなるか、いたずらだと思われない。これ現在のね、110番の方にかける。10年後のまあ中堅警察官になってるのかな、新米っぽかったけど。どうしました。男性警官のようだ。すいません、ね、公衆電話ボックスが開かず中に閉じ込められてしまったんで助けてほしいんですよ。もしかして佐藤直樹さんでは。あ、はい、そうですよ。おお、まさか本当に10年前あなたと会話したもんですよ。はっはっは、あの時は新人でしたが今はすっかりベテランですよ。はっはっはっは、実はあなたとの通話があった後、同僚からはいたずらに違いないと散々言われましてね、まともに相手されないし、私も少し半信半疑でした。あの頃私は仕事が全然うまくいっておらず自信をなくしていました。退職を考えていたほどです。でもそんな私にも助けを求める人がいたのが嬉しくて、だからどんなにバカにされようとも私に助けを求めてきた人を救助するためは私は退職しないと誓ったんです。その誓いが私自身にいい効果があったんでしょう。それからは自信を取り戻して仕事をこなしていきました。さて10年前の約束を果たす時が来ました。私を信用してくれた部下もたくさんいます。必ず探し出しますよ。待っていてください。かっこいい。本当大丈夫。頼もしい言葉だ。思いが通じたのも嬉しい。いいのか、待ってるよ俺。アミン状態になるよ。おお、アミンより待つけろ。体力を温存しなければ。いつの間にか寝てしまっていたようだ。ふうと目を探すとずっと開かなかったボックスが開く。警官の方々がいる。直樹さんですよね。10年前から通話していたもんです。あなたが本当に閉じ込められてたことにも驚きですが、助けられて本当に良かったです。俺を助けてくれたことをくれた警官は驚きながらも満面の笑みを浮かべていた。俺にとってほんの一瞬だったが、警官にとっては10年の歳月が流れていたんだろう。10年の約束をずっと覚えてくれたなんて感謝してもしきれない。その後少し不思議な体験を通じて出会った俺と警官は酒を酌み交わす仲になった。不思議な出会いもあるもんだ。警官ベストエンド来た。警官エンド感、あ、全部の断片が揃った。もしかしてこれかけるとトゥルーエンドにかかるみたいな。ついにトゥルー。じゃあ180、これトゥルーなのかな。505、なんだこれ、かけるとどうなんの。やれー、これこうやれ。はい、こちら町川市民病院です。え、あ、病院ですか。実は今公衆電話ボックスに閉じ込められてまして、手当たり次第に電話をかけていました。佐藤直樹と言います。助けてもらえませんか。佐藤直樹さん、佐藤さん、2055室に入院してる佐藤直樹さんですよね。え、ちょっと2055室の様子を見に来てきて。電話の向こうで大騒ぎをしているが状況についていけない。
いつ目覚めたんですか？ベッドから出ないでくださいよ。公衆電話ってどこです？病院のすぐ近くですか？下手に動いちゃダメですから、そこにいてくださいよ。いいですね。恐ろしい速さの口数、こちら側が口を挟む間がない。営業マン保険の営業マン、あ、誰かに声をかけられてる気がする。どんどん声が大きくなってる。うるさいな。あ、分かった分かった、起きればいいんだろ。あれ、起きるって何？え、もしかして。俺が目を覚ますとそこは病室だった。医者は俺の体を軽く揺すりながら声をかけていた。聞けば俺は5月5日の飲み会の帰り、泥酔した状態で車に轢かれたらしい。そしてこの町川市民病院へと運び込まれたそうだ。目を覚まさないまま約1週間が経っていたらしい。そのまま植物状態になるかどうか五分五分だったそうで、医者は俺が起きたことを奇跡だと興奮した様子だった。あの公衆電話何だったんだろう。夢だったといえばそうなのかもしれない。だが俺が夢の中で最後にかけた電話、少し不思議な話だが、多分あの電話は本当に現実の病院にかかった。だから看護師が俺を起こしに来て、そして目覚めることができた。脱出を諦めなかったから今がある。小さな奇跡を信じることにした。しかしリアリティのある夢だった。家族との関係、友人との関係、現実かどうか、現実がどういう状態かは改めて確認する必要があるけれど、どうであれちょっとしたズレが人生に、結末に大きく左右することが分かった。たった一本の電話でどれだけ運命が変わったろう。一つ分かったことは、じっとしていても何も起きないということだ。過去を後悔しても他人を恨んでも何もしなければ閉じこもったままだったろう。何にせよこれからの人生どうするかは俺次第だ。夢の中の過去の俺も言っていたな。成功でも失敗でも過程が大事だと。俺はこれから30代の人生、長い目で見ればこれも過程だ。遅くも早くもない、成功も失敗もない、悔いなく生きよう。いや、なんだ、いい話風に、いい話を薄くかー。モリソブア、 Thank you for playing、 プレイしてくれてありがとう。あ、これでクリアかな。じゃあさすがにバタフライエフェクト的な、なんかちょっと調べるとおまけエンドがあるみたいですね。何やらね、隠しシナリオがあるみたいですね。まあ、バグ音もねちょっと来てるというか、いや、まあピンクのしおり的なことかな、これ。おお、4個しこうしこうみたいな感じだよね。いやー、なんだろうね、果たして隠しシナリオ。はい、どちら様でしょうか。透き通るような美しい声ではなく、のぶといおっさんの声がする。おっさんかい。あ、いや、以前この電話にかけるといいことがあるよって、いいことあるよ。ミスタードーナツ以来、どういうこと。紙切れ見つけたもんですか。つい、すいません、失礼しました、さよなら。ちょっと待ちなさい。ピエ、男は言った。ちょっとその紙切れどこにあんのよ。最近やたらと多いのよ、あんたみたいな電話。多分その紙切れのせいよね。はあ、まあ多分そうじゃないですかね。がっかりしてんじゃないわよ。だいたいそんな紙切れに本当に電話しちゃうなんて、あんたもあんたにどうかしろよ。怖い人に繋がる電話だったりしたらどうするわけ。この状況も結構怖いと思う。男からの説教が延々続く。時間がオーバー。いいタイミングで電話切ってくれた。なんだったんだろうな。まあまあね、まあまあまあ出れるかもしれんからな、このね、公衆電話から。やっぱりのぶといおっさんの声がする。どちら様でしょうか。あ、すいません、書き間違えたみたいなやつ。すいません、失礼しました。さよなら。ちょっと待ちなさい。え、あんたさっき電話かけてきた子よね。なに、本当は用があるんじゃなくて。うーん、得体の知れない男だけど、こちらもボックスから出られなくて困ってるのは事実。助けを求めてみようか。意を決して言ってみる。僕は実は今、公衆電話ボックスに閉じ込められてまして、佐藤直樹って言います。助けてくれたらお礼はします。どうでしょうか。また何なのそれ、流行ってるの。あんたの前にかけてきたコーダも、みんな閉じ込められてるって言ってたわ。え、くどき文句としてありえなくない。いや、でも狭いボックスに二人っきりってのはなかなか。時間がオーバー。あれ、間一発だった気がする。のぶとい、おう、おう、4545、透き取るような声ではない。どうあがいてもおっさんだ。どうあがいてもおっさんってことある。すいません、またかけ間違えたみたいです。ちょっとおっさんに失礼でもない。
どう考えてもおっさんですよ。おっさんだから。おっさんなんでしょう。ちょ、待ちなさい。ひえ。そんなに間違えるわけないでしょ。何、閉じ込められてるのマジなわけ。はい、嘘くさいけど一応マジなんです。場所も分からないし、もうお金もないし、どうしようも。しおれてるのも可愛いわね。でも諦めちゃダメ。アーシには仲間たちとの人脈ネットワークがあるわ。あんたもすぐに見つけてあげる。時間がオーバーしたらしい。変わった男だけど助けようとする姿勢はありがたい。ちょっとだけ安心する。まあね、優しい姿勢はね、感謝か、まあ、こういう事態だから。僕ら何時間が経つ。やばいぞ、体力温存しなければ。おじさん来てくれるかな。どうあがいてもおっさん来てくれるかな。いいことある。おっさん寝てしまったようだ。よかったら、太めはずっと開かなかったボックスが別に開いてませんでした。なんでやねん、なんでやねん。なぜー、どういうこと。男の姿はない。男の仲間の姿もない。彼らは一体今どこを探してくれているんだろう。やっぱり素性もわからない人に助けを求めるには無理があったが、なんだか息苦しい。誰にも話しかけられないこの状況がたまらなく不安。変な男でも誰でもいい、誰かと喋りたい、助けてほしい。気分が悪い、意識も遠くなってきたような。ダメか。まあこういう隠しシナリオなんかな。まあいろんなパターンをね、まあ一応トゥルーエンドも含めいろんなパターンをクリアすると見れるやつでできるみたいですね。はい、最後までご視聴ありがとうございます。このゲームや動画が少しでも面白いと感じたらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。したっけ。